バイクの夕方でございます。はい、今日はですね、TS1 号の点検の車両ですね、お返しさせていただきまして、はい、あとは、何やったんですかね。結構いろいろと何かを、あ、クラッチですね。そう、 G650 クロスカントリーですね。こちらのクラッチのなんか変だったっていうか、途中でなんかこうスカスカになってねっていう話で、それちょっとずっとお預かりしてるんですけど、で開けたところ、シャフトギアのこうギアになってるんです。そのシャフトの部分欠けちゃったので、はい、でそれを新しいものをですね取り寄せてでつけたんですけど、要はダメだ、ダメだ、うん、それはいいんです、それはいいんです、それはいいんですけど、要はクラッチは切れないね、切れないんですよ。そう、クラッチが切れるところまでやろうとすると、いや普通はね遊びがちょっとあって、でこう軽いクラッチで軽いじゃないですか、ケーブル式のやつね、でこう握って、でそのちょうどいい、やっぱちょうどいい感じ、エンジンかけてない状態ですよ。あ、いい感じになった。でケーブルもね、ベルハンマー入れて、で、あ、いいじゃないですか。でそれその状態で握るとクラッチ切れないんですよ、はい。で、まあ、結局のところですね、何が原因なのかというと、クラッチカバーの方ですね、クラッチカバーの方にこう、要はそのレリーズっていうんですかね、こうギアになってる部分こう切ってあるんですけど、こうやってねギアがついてる、それが刺さってて、で、要はこうワイヤーが来てて、でこうこうね、こう動くわけですよ、こう引っ張るわけですよ。そうすると要はこうシャフトはこうやって動くわけですよ。でその状態でこういうふうなわけですよ、こういうふうに、こういうふうにね、そういう仕組みみたい、まあ、みたいなんですね。で、要はそこのカバーのところにこう刺さるんですけど、クラッチから出てるやつがね、うん、でそこにガタがあると結局完全に切れない、まっすぐこう引っ張れないから、で斜めになっちゃうんだよね。そうすると少し当たっちゃう、多分当たってるっていうことで、常にこう動いちゃうんですよ。そう、完全に切れないっていうね、はい、そういうことになってしまっているということで、で基本的に G650 のクロスカントリー、チャレンジ、あと元ですよね、 3車種、これはみんなそうなる距離走るとやっぱ減っちゃうからってことです、はい。このアルミのカバーで、アルミのね、アルミで穴開けただけなんですよ。 そこにこう鉄のね、焼きの入ってるやつだと思うんですよね。でこうこうこう動くなって、それでここがガタが出ちゃうね、減っちゃって、はい、である程度の距離走るとそうなっちゃうみたいなんですよ。でただクロスカントリーの、08年09年っていうのがあるらしいんですが、そちらは対策してあるみたいで、そこのところに鉄のなんかリンクが入ってるって言ったかな、うん、でまあ動画とかをね、で海外の動画とかだとそこにね、自作のスリーブ入れるっていう、加工してガタが出ないように、そういうのもねあったりとか。でこれリコールですよね言っちゃ悪いですけど、だってダメになっちゃう、みんなダメになっちゃう、これダメですよね、クラッチ切れなくなっちゃうの。これはリコール対象、本来だったらね、本来だったらリコール対象、ただ台数が少ないからリコールにもならないんですかね。うん、でほらディーラーちゃんと分かってるみたいで、ね、やっぱりそういう方もいらっしゃるんですよ、なんか切れなくなっちゃうからね、なってって言って3万ちょっと走ってるともうダメになっちゃうってね。で行くと、ああそうダメなんですよ、いやいやダメって変じゃないかってね。で結局新しいものに交換する、でただ新しいものに交換してする必要もまた3万キロが走ったらダメになるっていうか、このクラッチのこう操作でしょうね、うん、これがね距離っていうよりもね、それが多いとなっちゃうっていうね、まあ、そんなような話でね、うん、ちょっとね なんか嫌ですよね、うん、でね3万ちょっと走って、3万何千キロですかね、もう走られてるんですかね。で1台ね、うちにももう1台あるんですよ実は。そう、ちょっと前に買い取りしたさせていただいた車両ね、1万7000キロしかしてないんですけど、それもやっぱりちょっとおかしいんですよ、かなり遊びを潰さないと切れない、だもうそういう症状になっちゃうんですよね、なっちゃってるんですよね、はい。だからクラッチカバーをもう交換するか、そのクラッチカバーなどを加工してね、そういうなんかこうスリーブ入れる。ただこれはスリーブ入れることできないじゃないですか、うちは。ね。まあ、ドリルみたいで、こう、ちょっとね、まっすぐに穴開けて、ね、広げて、そこにこう入れるっていうね。
ね、そういうことができる方だったらいいんですけどね。はい、でカバーがなんか普通にディーラーで買うと、まあ、交換工事も入ってるんですかね、4万いくらかかるらしいですね、カバーはね。はい、で普通にWeバイクさんで買うと2万円ちょっと、消費税入るから2万4000円くらいになっちゃうんですかね、結局ね。はい、ただまあしょうがないんでね、ないと話にならないんで、とりあえず1個はね注文したんですけど、うん、だから加工、誰か加工してくれればね、いや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 、いいねなんつって、それでこれでどうなんつってね、ああ良くなったっていうのでいいんですけど、うん、まあ、非常にね、バイクはいいバイクなんで非常に残念ですよね。だから F650 とかもやっぱりあんまり距離走ってるのになるみたいですね。あ、うん、で途中から対策品になってるとかね、ね、いいですよね。はい、まあそれはあれなんですけど、うん、日本だったらリコールっぽいけどな、どうなんですかね。ね、対策品が出てるっていうのはねダメですよね。そう、それだとほら分かってるわけだ、ダメだってことが分かっちゃってるわけだから、メーカー自体がね、要は構造上もなっちゃうってことはもう欠陥ですから、構造欠陥、要は構造欠陥ってことですよね。だから本来はね、なんて言っても始まんないんですけど、うん、出てるんですかリコール、出てないですよね。そうで、ほら多分ね、チャレンジとかはあんま走んないから、おそらく乗ってる方ね、そんな何万キロ、 1年に1万キロだってね、3年4年でも4万5万6万だなんて乗り方はされないと思うんですよ、ちょっと 車両の性格からしてね。そうすると一番多いのはやっぱりカントリーなのかなとかね、うん、っていう感じがする。モデルチェンジしてるね、カントリーだけね、おかしいですよ ね、 ね、はい、まあそんなところでですね、まあそういうことがあってね、ちょっとね、で何回開けたり閉めたり開けたり閉めたりしたから、開けたり閉めたり開けたり閉めたり、なんかそれでなんか嫌になってきた記憶がある。早く直さない、早くやんなきゃなと思って、いろいろ試してみたんですけど、やっぱりダメなんですね。だから、やっぱりもうこれがダメなんだなっていうね、ところに行き着きまして、部品を注文させていただいたわけでございます。ということはですね、そうですね、結構修理代かかっちゃいますよね。まあ、距離と、なるみたいですね。うん、あとですね、ムルティストラーダというのがありまして、で、S っていうね、オーリンズフォークがついたやつ。で、オーリンズフォーク、左側オイルが持ってたんで、シール交換を、はい、ちょっとやりました。ただ動画撮っておりません、はい、動画撮らずにもうただもうやって、はい、無口でね、でやりやすいですね、オーリンズはね、うん、昭和とかのよっぽどめんどくさいですよね。そう、 なんでですかね、非常によくできてるっていうか、うん、分解しやすいですよね、うん、分解するためのピンなんでね、そこだけはあれですけど、あれは非常にいいですよね。なんですかね。どうして日本のメーカーのは、こう、スプリングを一生懸命、なんかで、コンプレッサー、スプリングコンプレッサーで縮めないと、とてもじゃなくて硬くて、ね、なんかこう、工具入れて、止めてるなと緩めらんないとかね、ありますけど、やっぱり、ちゃんと考えられてるんでしょうね。うん、ただ、オイルをすぐ持ってきちゃうんでね、うん。そう、なんでオイル交換したかというとですね、これはオークションに出そうかなと、はい。オークションで買ってきたのにね、そう、やっぱりこう売るもうなんかね、売るあれじゃないなっていう感じがするんですよ、うん、そう、もっといいやつがいいそうね、ちょっとやっぱり傷とかね、ちょっとこうあって、でそれでもね、評価5点なんですよ、変ですよね。だからまあホイールとかも綺麗だしね、だそういうのはいいんですけど、そうですね、あとね、ポジションバルブ切れてる、切れてたんで、ポジションバルブ切れてると車検通せないんですよ、はい、だからポジションバルブをね、ちょっと、まあ、オークション出すの関係ないんですけど、ちょっと新しいのにね、うん、で本来だったらヘッドライトをちょっとヘッドライトを LED にしてするかとかね、そういうこと考えちゃうじゃないですか。でもオークション出す時にはヘッドライトバルブが変わっちゃってると評価下がっちゃうんで、そう、もちろんね、LED がついてるね、で、あ、いいなっていう場合もありますよ、うん、でも大方はやっぱりね、点数が高い方がやっぱりいいのでね、うん、そういうのは高かったんでという感じなんですよね、うん、そう、もうね、早く出さないとね、結構置いてありますもんね、何月ぐらい、3ヶ月ぐらいありますかね、ずっと置いたってダメですよね、だからもうそれはもう出しちゃうということでね、はい、で、なるべくいいやつを買ってくるっていうね、置いといてもいいやつ、うん、やっぱり本当にいいやつ
走行距離が少ないとか、ね、外観がすごくピカピカ、ね、綺麗だとか、ね、そういったの車両をやっぱりなるべく購入してですね、そしてお店に置いておくという方がいいのかなということを最近、常々思うわけでございますが、ね、昔はね、なるべく安く買いたいっていうね、理由は何かしらこうダメな、うん、まあ、こんなもんでもいいかっていう感じでね、で、なんかこう直したりして、やったりとか、したこともありますが、なかなかやっぱ難しい。うん。まあ、高いとね、あれですけど、でもいいものはね、やっぱそれなりの値段がしても全然ね、問題ないと思いますから、はい。うん。でもダメなものはね、やっぱ安いけど、どうかなって感じがするわけですよ。ね、はい。ということでですね、まあ、今日はまあなんかちょっと、うまくいかないっていうのはね、非常に嫌ですよね。はい。あと、なんかね、こう、いつまでも、やっと、そう、フロント交換するのね、シール、でもシール交換してオイル入れ替えてるから、結構お金かかってるんですよね。工賃別としても、部品代だけで、高いオイル使ってるんで、S1 ってやつですか、ヤマハのね、あれ1リッターで2000、3000近くするんでしたっけ。あと、フォークシール結構しますからね、ヤマハのフォークシール使って、それもヤマハだ。オフリンだね。あれも結構しますしね。うん。その分を考えると、ただ持っててそのまま出しちゃった方がいいんじゃないかなってね、見方もできるんですけど。うん、まあ、いろいろ考えてね、ああでもない、こうでもないと。なるべく。あれね、知ってました？オイル持っててもあんまり評価関係ないんですよ。フロントフォークに関しては。うん。サスペンションって、うん。持ってても当たり前みたいなところがあるんですよ。どちらかというと傷とかね、サビとかそういうことの方が評価が下がる、あれなんですよね。オイル持ってても多分5点評価はつくんじゃないですかね。10点満点ですけどね、10点満点で5点つくんじゃないかと思うんですけど、ね、で10点満点で5点ってやたら低いんじゃないのと思いますよね。中古車でね5点ついてるとねまともなんですよ。うん、そうなんですよ。で10点って基本的に未納税の新車だけなんですよ。はい。でやっとつく10点がつくような、ちょっとでも小刻みあったら10点じゃなくなっちゃうんで、あっという間に8点、7点になっちゃうんで、うん、6点とか7点なんて言ったらもうほとんど、で、8点っていうのはもう、中古で 8点っていうのは、まあ、そうそうないですけどね、未使用車みたいな感じじゃないですか、どちらかというとね、綺麗な状態、の車両で、まあ、整備してあって、もう、で、まあ、ある程度、まあ、そこそこ走っててもまあ8点つく可能性はありますけどね、なるべく点数が高く、ね、なるようにいろいろ皆さん画策してね、出品されてるんじゃないんですかね、うん、高く売りたいっていうね、みんなそれそうですよ、うん、と、はい。まあそんなところでですね、でこれから年末に向けて、ダウンタウンはね明日月曜日、明日ね、月曜日に入荷予定でございます。すぐ、ね、納車整備させていただいて、はい、お渡しできればなと思うのですが、はい、うん、まあ、その他ですね、11月ですよね、11月の下旬になってしまいますけど、下旬入荷になってましたから、G-Link ですね、G-Link1 台のご注文いただいているのですが、ちょっとですね、時間かかっちゃってね、申し訳ないんですけど、はい、まあ、下取り車の値段は変わらないので、はい、乗っていただいてとね、はい、その分、あれなんですけど、はい。で、あと、XSR ですかね、155の、イエローのやつ。はい。あれ、またご注文ちょっとね、いただいてますんで、それが入れば、取りに行ってっていう感じでございます。その他、あと、F650GS ダカールですね、昨日、ご制約いただきまして、はい。で、あれはすぐ送ったんですよ。名言行のやつはね、はい。ですので、それは明日届いて、多分火曜日にはうちに来るんじゃないかと思いますので、そしたらPDF でね、はい。で、あと、あちらに関してはほとんど車検の時にもういろいろやってますし、その前、1月にね、販売するときに、させていただいたときにいろいろ交換してるんですよね。はい。なので、まあ、エンジンオイルとフィルターだけでいい。あとはもう特に変えるものもないのかな。チューブはこの間交換したのね。そう、チューブ交換したんですよ。だからないかなっていう感じもするんですよね。はい。
まああとバッテリーとかちょっと見て、うんっていう感じですかね。はい、そんなところで、はい、まあやらせていただいておりますが、なかなかね、はい、いや難しいですよね。いろんなね。あれはね、であとちょっとまだそう、やれてないものがあるんで、それをやらなきゃいけないんですけどね。はい、で、まあ、11月はまああれなんですけど、12月になるとおそらく TS がね、入ってきますので、そうするとまたちょっと忙しくなっちゃうのかなと、思います。はい。ですのでそうなるとちょっと修理だなんだって言ってちょっとお預かりするような車両はできないかもしれないですね。ちょっと TS 2台3台とかだったらいいんですけど、もうちょっと多いの、もうちょっとあるんですよ。台数ね。だからそれまあ一応全部もちろんねいいんですけど、しなく送ってもらわなくてもね。とりあえずもう先にねご注文いただいてる分は先にとにかく早くやるっていうのがねありますけど、はい。まあ、あと、まあ、問い合わせをね、ポツッといただくわけですが、値段はね、それなりにするんですよ、やっぱりね。はい。その値段でね、ああ、そうなんですか。ただ、それでもね、どっかのお店で安いんですけど、うん。だから、まあ、そんな悪くないと思うんですけどね。あと、やっぱり、何でもするけど、早い方がいいっていうことはあると思いますね。うん、まあ、難しいところありますけど、もう物がのあともう本当にないということになると値段で上がっていくんですよ、不思議と。お店の方もね、もうないからって値段上げていくところもいっぱいあるでしょうし、はい、ですのでね、よくよくいろいろ考えてですね、はい、ここまあご検討いただければと思います。はい、そんなところでバイク屋の夕方は、まあ、こうして、くれていくわけでございます。はい、これ全然関係ない話なんですけど、今、アドレス V125 ね、なんかちょっと車でぶつけられちゃったらしいんで、止まってるところに車がバックしてきて、U ターンしようとしてみたけどね、バックしてちょっとぶつかっちゃってね、そんなに軽微なあれなんで、まあ、よかったんじゃないかと思うんですが、で、その車両ですね、横浜の保土ヶ谷区でしたっけ、なんかバイク、鈴木のバイク屋さんあるじゃないですか。ね、よく飲み動画をね、やられている。はい、あちらの車両なんですよ。そう、昔はそちらに住んでらしくて、で、そちらでね、購入されてたみたいで。はい。で、もう1台あったんですけど、うん、それもそうだったらしいんですよね。うん、だから2台買われてるんですかね、アドレス V125 ですかね。で、その1台は、下取りさせていただいている車両が1台あって、それはもうちょっとね売却しちゃってるんですけど、そうでもう1台あるんですなんて話をね、まあ、聞いてたんですけど、うん、でちょっと持ってこられてね、で見積もりをお願いします、で今こっちに引っ越されてるという話で、うん、まあ、最初の頃ねお見合いの時あの店主さん知ってるんですよつって、そうで、あれですよ、向こうにたまに帰った時にはちょっと顔を出したりするんですけどねって話をねされて、うん、あ、何々ちゃんなんとかじゃんなんとかだねなんつって、言われるんですよねなんつって、 そう、でその前のね車両ね、カゴを前につけて、 V125 カゴ、V125 ってカゴつけられるじゃないですか、前に前カゴ、今のってつけられないですよね、あれ。まあつけられるのがいいのかどうかっていうのは、まあつけられた方がいいとは思いますけどね、つけるつけないは別としてね、うん、でいやいや125にこれつけねえつけんのはあんまいないよねなんていう話をね、してたのしてないだろうって話をされてましたけどね、はい、あ、なるほど、これがなんとかファクトリーっていうんだって書いてた、反抗してありますメンテナンスの時にすいません、ああ押してあるこれだっつってね、やっぱりそうなんだ、そんなことを思いましたけどね、はい、さあそんなところでね、そうマフラーなんですけど、マフラー高いのね、アドレス V125 の K9 っていうんですか、最後の一番最後のやつですよね、 G のね、 G とかいわゆるスラントしてるやつ、あれのマフラーね、キャタライト入ってるみたいなんですけど、5万7000いくらでしたよちょっとびっくりした、そんなにするんだ、2、3万かと思ったそんな甘いことなんですね、まあ事故だ、100ゼロだからね、まあ普通にね何の問題もないと思うんですけど、はい、さあそんなところでですね、今日は、終了、もう終了です。はい、なんか疲れてます私。どうですかね。ね、パッ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 って全部開けて、おやったっていうのがね、いいんですけどね。なんとなくね、いかんですね。そう
あとなんかカーボン紙がどうのこうのって言ってね、うん、そういう話が実はいろいろありまして、うん、あ1台実は置いてあるんですけど、直さまた直さなきゃいけないんでね、でこの間なったのもありますよね。でその方がたまたまたまたあれ来たと思ってまた来られたんですよ。また来られてて言葉よくあの来ていただいてね、でお土産あの大丈夫でした、うん、なんかこうちょっと房総半島の、あ房総半島じゃない、房総の東のずっと東の方にね、あのところの方にね、うん、行ってこられたらしいんですけど、あれでねトコ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 ね、うん、で大丈夫でしたとおっしゃったんで、あそうですか、それは良かったと思いますね。だって途中で止まっちゃったね。そうやっぱり断気は大切なんですね、だからああそうじゃないですかねつって、でなんか知り合いとかね、こう仲間内で話を聞いたらね、断気しないでバーって乗る、すぐ行く人、あと全開で走る人がなったことあるっていう、そうそういう、えなどあるなったことあるって言うから、あやっぱり断気とか重要なんですねとおっしゃるんで、ああそうですねつってやっぱりね、どうして起きるのかっていうのね、どうして起きるんですかね、カーボン紙って言ってね、で50度のインジェクションでしか起きないんですよ、印象的には。他のは125ならないですよね、効かない、もしかしたらな絶対はないかもしれないけど効かない、大体50なんですよ、ね、キャブ車の頃のは効かないよね、で2ストはなりようがないし、フォーストはでもなら効かないんですけどね、どうなんですかね、うん、面白いですね、うん、ちょっといろいろね、あ多分こうなるこうだとこうなるとか、ああだとやっぱりなるんだっていうね、そのメカニズムとかね説明されてる方いらっしゃると思いますけどね、はい、なかなかどうしようもできないみたいですね。はい、まあそんなことは、さておき、はい、ということで、バイク屋の夕方お付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。そしたらまたよろしくお願いをいたします。失礼します。